はい、今日はですね、2023年7月の22日、時刻はですね、3時1分。今日はですね、ほらほら、あのオギャンス、オギョンサって今見ました。あ、もう通り過ぎたな。あのこのほら白いあれが見えますでしょう。提灯が、明日がですね本祭りで、今日は宵祭りなんです。で、今日はその宵祭りを取るんですけれども、セントラス天文館とですねドルフィンポート跡地の、あ、ちょっと待ってね、ドルフィンポート跡地のその前にですねウォーターフロントパークっていうのがあって、そこでこうで、そこに出店が出てですね、それかそこはそっちの方は何け、なんかの島歌みたいなあれかな。ほんでセンテラス天文館ではですねジャズコンサート、ちょっと左行きますよ、ジャズコンサートが行われるんですよ。それとその神輿のですね、あ、オグオンサーはですね神輿とですね、神輿がいくつ出るのけ、結構出ますよ。ほんであのその神輿とですね、それとその昔からあるその何て言うか鉾、なんかこう大きな傘、大きな曲傘をですね、長い棒の先に、棒の先じゃないですね、こういうのこと言うと関係者から怒られますけど、要するにその昔から伝わるそのあれがあるんですよ、祇園祭りですね。いろんな人なんか出ますよ。でそれがね、今年はですねあのフルで全部ですよ、あの出るらしいんですよ。ですからそれをね宵祭りとですね一緒に作ります。ただそのそれの本祭り、宵祭りですね、宵祭りが始まるのはね6時ぐらいだから、その前ちょっとあのブラッとこの辺を、走ってみようかなって言われて来てるんですけど、でそれと一緒にですね、あのやっぱりほらあのいつも言うみたいんですよ、言うでしょ、観光客がって。いやね、もうね私のね、根本にはですね観光業者のですね、関係のね人のね気分になってます。私はですね、だってですよ、コロナがほらもう西から5週になりましたでしょう。でこれからはですね時短要請とかないわけですよ。ほんでこれまでは時短要請とか休業要請の時はあの国からこうそういう、まあ、その売り上げの何分の1しかないけど、あれが出たじゃないですか。だけどそれが出なくなるわけですよ。で企業自体がですねそれに、全部資金繰りから対応せんないかんわけです。でこの前、そのちょっと待ってくださいね、どげ行こうかな、あれ行こう、やっぱりあのそこね西郷、ここから見えて、あ、見えてる西郷隆盛さんのね銅像があるんですよ。そこのねところにね、もう夏休みですから観光客がね来てないかなと思って、そういうねちょっと首を流しながらね見てたんですけどもね、伸ばしながらね、いや、いないですね、いらっしゃいませんね。いや、ここにね溢れかえるぐらいのね観光客っていうのはね見たことがないんですよ。鹿児島の観光ガイドにはトップに出てきますからね、ここがね。それなのにですね、それをね、あの
見たことがないんですよ。あのおまかせテレビ、この歩き動画もあんまりこの辺は来ませんけども、あれも、ドライブ動画何回と撮りますけどね。ここ左行きますね。白山町です。ここはですね、でここに来たのはですね、この前ですね、テルグニジシャンの6月堂に来たんですよ。やっぱり6月堂パワーってすごいですよね。まあテルグニジシャンは鹿児島市内でも最大のあの神社ですから参拝客は多いと思うんですけど、ここの辺りをこうゾロゾロとっていうのあれはないですからね。すごかったですよ本当に。それでこっからですね、いや今のルートですか、今のルートあれですよ、ちょっと待ってね、西郷隆盛さんの銅像前にどれぐらい人がいるかなってやつと、それからね左側、今ほら車が通りました、あの向こうはですね中央公園っていうところなんですよ。ほんでここはねいつ通ってもですねガラーンってしてるんですよ。もちろんあれですよ、なんかイベントがある日は別ですよ。なのに6月堂のですね、初日こん前ですよ、あ1週間前だ、6時半ぐらいの時はですね、もうその中央公園がですね、人でいっぱい、ほとんどが中高生だったと思いますよ。そうだね、あのすごかった。ですからこの中高思ったのがですね、いい天気だったんですよ。だから思ったのが、もし雨が大雨が降ってたらこの人たちはどうしてたんだろうと思うし、それとそのそういう、中高生がこう並ぶあの屋台があったんですけど、屋台の皆さんなんかはですよ、売り上げはどうなったんだろうかなと思ったんですよね。でだからほらこっちをこう来て今中央公園の方をこう見てるんですけども、いや私が思うのはこの中央公園をですねの一角じゃなくてに、10時からですよ、その夜の9時ぐらいまで屋台とかですね、それからその何け、キッチンカー、そういうのを並べればいいんじゃないかなと思いましたがよ。それとかこの辺りもずっと横を、ただでここを歩いたことありますけどね、大変ですよ。座るところがないんですよ途中で。ああ疲れたと言ってですね座るところがないんです。そして、それからその喉が渇いたからとか何かを食べたいとかですね何かを飲みたいって言ってもね、そういうところがないんです。この左、ここはですね あれですよ、左の方はまあ少しほらあこの辺にありますよ、ちょこっとね。私が言うのはこういうねベンチをねずらーっと並べて、おってその途中途中にですね屋台の皆さんの協力を経てですよ、ここ左行きますね、協力を経て毎日6月号ですよ。毎日6月号、特別なものは何もいりませんよ。焼きスルメとか、それから鹿児島名産の焼き芋とかですね、それから焼きトウモロコシですよ、ああいうのをですねずらっと並べるわけですよ。でなんでそういうことを言うかというと、私ですね21ぐらいの時に北海道に行ったことがあるんですよ。北海道で北海道って言ったらですよ、もう札幌まで来ましたから7、8ぐらい行きましたよ。
ヒッチハイクだから歩いてじゃなくてです。車を、あれですね、止めて、すいませんって歩くんですけどもね、行った時に、やっぱりね、北海道に行って、俺は北海道にの札幌まで行ったっていうとともね、一つの証がですね、トウモロコシだったんですよ。で、トウモロコシをですね、札幌のその大通公園、時計台のちょっと手前か、要するにテレビ塔かな、あそこのところで食べた時にですね、ああ来たなーっていうの感じがするし、ほんでそれからこう鹿児島に帰ってきた時もですね、あ、そういえば札幌もほらよく大通公園がテレビに出てくるじゃないですか、雪祭りとかですよ。で、雪祭りの時でも自分がその那須でしたけどね、私が札幌に行ったのはね、ああ行ったよなって思い出すわけですよ。だからもうその友人も言いました、友君もいますけど、内容でその鹿児島のその港大通公園、名前はこう似てますけど、ちょうどね、市役所、鹿児島市役所のねちょうど前、まっすぐ見ると桜島は見えないんだけど、眺めの、眺めっていうかね、あれがあるんですよ、いわゆる、その公園の両脇に焼きとうもろこしと焼き芋と、それからジャンボと、それからですね、野菜類だけでもう言っても、そういうとかお茶ですよ、チラン茶とか、ああいうところのお茶をですね、一杯がやられるんですよ。お金を取るんですよ、見本じゃなくて。私が思うのは、お茶を作る時ですよ、何ですかね、規格外のお茶っていうのが出るじゃないですか。いいお茶にしても、それのほら、何ですかね、お茶も見ると一本がですよ、一本というか1センチぐらいのやつがずっと並んでるじゃないですか。あれの5ミリぐらいとか出たりすると思うんですよね。ああいうやつをはどうするんだろうか。ちょっと待ってね、吐きはしないんだろうけども、まあそういうのを使う、あれもあるんでしょうけども、そういうのですよ、あそこで飲んでもらうわけですよ、そのチラン茶の、宣伝を兼ねて、無料じゃないですよ、お金をいただくんです、お金をちゃんと。ほんでそのためにはね、雨が降ったり、それから桜島の灰が降ったりしても大丈夫なように、テント付きの、要するにどう言えばいけ、キッチンカーの前にテントを、もしくはキッチンカーが入るぐらいのテントを常設しとって、でそこに椅子とテーブルを置くと。そうすると鹿児島市民の方、ちょっと待ってね、ここ左行きますから、ね、鹿児島、まあ、市民の人もですね、それから観光客の人たちもですね、寄ってくると思うんですよ。でもちろんあれですよ、駐車場はつけません、あれです、交通、公共交通機関を使って、要するにあれです、バスと電車で、バスと電車をですね、ここですか、ここあれですよ、最後、今日は墓地までは行きませんけども、南州公園ですね。いや、この場合ですね、それこそ北海道の方かな、ちょっと待ってくださいね、こっから見るですね、桜島もいいなっていうことをいただいたけど、今日はね、あんまりね、きちっと見えない、曇り日だけど、だけど曇り日や曇り日でですね、ちょっとね、ここはバスのあれだけど、まあ宣伝ですからね、鹿児島の宣伝、ここで、はい、ずっとしてね、曇り日、
のあれです、あの南州公園ですね。ということでここでお開きになります。ありがとうございました。